毎日新聞は16、17の両日、全国世論調査を実施し、13日の自民党役員人事で小渕優子氏が選対委員長になったことについて尋ねたところ、評価するは21%で、評価しない56、56%を下回った、分からない、も23%あった。岸田文雄首相は13日の記者会見で、 小渕氏の起用について選挙の顔の一人としても活躍していただくことを期待していると述べたただ小渕氏は2014年に関連政治団体の政治資金収支報告書の虚偽記載などが発覚して経済産業省を辞任したいきさつがあり今も説明責任を果たしていないとの批判がある調査は 携帯電話のショートメッセージサービス SMS 機能を使う方式と固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式を組み合わせ携帯449件固定581件の有効回答を得た以下はネチズンのコメントをまとめたものです 講演会をバス旅行、感激に招待して、将校ドリルで隠滅した人を選挙対策委員長に据える自民党の感覚を理解できる人はいないと思う。小渕恵三氏が倒れたときに森喜朗を後継首相に据えた5人組の青木幹雄氏の遺言で小渕優子氏を養殖に復帰させるというのも、一般人の理解を超えている。 三親党以内の同一都道府県選挙区からの立候補を禁止するといった世襲禁止法を成立させないと本当に日本の没落は止まらない総理大臣は岸田文雄だし小渕優子や加藤鮎子が国会議員にとどまらず党内要職や大臣に就く自民党政治は終わりにしないと日本はダメになると思うもう手遅れかもしれない金の件で秘書たちが捕まってる事件を起こして ここまで起用に対して評価されない人なのに、選挙では圧倒的に強いんだから、世論と選挙は別物ってのがよくわかるね。やっぱ、選挙行かないと組織が強いのが政治家になっちゃうということだろう。あのドリル事件についてかなり遅くなりましたが、事件発生やその後の対応についての会見で本当に悔いていると感じましたので、私自身は許すことにしました。 しかしその後の報道で事件の法的責任を果たした関係者に政治資金を通して家賃との名目で支援していたことが新たに判明しました同じ話だちを踏んだことはあまりにも有権者を愚弄していると思います私は金もなく投票権だけを持った一人ですが改めて騎乗を信じて応援できなくなり残念です 約5人に1人が小渕の選対委員長の職を評価するとはにわかに信じにくく懐疑的 HD をドリルで破壊の前回も何の説明責任を果たさないままうやむやにして辞任した前科があるので見そぎを果たしたとは言えないだろう喉元すぎればなんとやらでまるで何事もなかったようにひと事のように振る舞っているがその理論は通らない 完全ななであるならばしっかり説明すべきで国民が疑念を持つのは必然。自民党の派閥均衡密室談合による人事を国民は評価しないと出た岸田が、まずはその責任を負わなければならないが、小渕本人がこれまで逃げ回って不祥事の決着をつけなかったためだ。早い話が、あの時議員辞職すればよかったのだ。 そうしておけば、私は責任を取りましたと言えるのだ。しかし、もはや遅すぎる。これで、年内の衆議院選挙はなくなった。来年早々に、またぞろ一部改造をして、小渕を更迭しなければ、総裁選前の衆議院選挙はできまい。国民の怒りは積もりに積もっているから、自民党は相当議席を減らすだろう。岸田のの見通しの甘さは、 このことだけに止まらない。安倍さんの国葬の時もそうだった。さらに、旧統一教会問題の時もそうであった。処理水問題もそうだと言えるかもしれない。ことに当たって適切な判断ができない。これは、一国の最小として最悪の資質だ。早々にお引き取り願いたいものだ。 国会議員は少なくとも国民の代表であるそれは選挙によって選ばれた方がその地位につくともあれその元締めの選挙たる対策委員長に問題のドリル氏が指名されたということはどういうことなのかあきれてものが言えないこれでは投票に行くのも躊躇せざるを得ないますます関心が薄れていきます 選対委員長、就任を評価するって、どういう意味があるのでしょうか自民党党員に限定するならそれなりに意味は感じるが、こんな内向きな役職就任を世論調査する意味を知りたい。維新を支持する私にとって、小渕氏が選対委員長になろうがなる前が一切興味がない。 そそもそも党主役なんて内閣支持率には関係なく、内閣改造さえすればなんだかんだと言っても10%くらいは上がるものだ。しかし今回は全く反応しない、そのくらい岸田首相はダメなのだろう。選対委員長といっても、年内に解散選挙すれば敗北は免れまい。 統一協会への解散命令で求心力アップを狙っているのだろうが、自民党への反感はそれで収まりそうもない。ただ与党には幸いかな野党がバラバラのおかげで、壊滅的敗北は免れようが、それでも自公二党だけで過半数維持は難しいのではないか。自民党も分かっていて、それが先頃の国民民主党へ宗派を送っていたことの証査だろう。 岸田首相のまま、いたずらに来年の総裁選まで引っ張れば、それだけ自民党への支持は遠のき、壊滅へ近づく、心ある自民党議員がいるのなら、当格に動き、岸田を引きずり下ろすべきだろう、マスコミの世論調査はどれも実感とは程遠い高い支持率、無作為に問い合わせても全く興味なく答えない人の方が実際にはいつも多い。 すべてなんかおかしい、ヤフコメのみんなの意見は興味ある人が積極的に投票し、この方が実感とも合う。今度の内閣改造の、とても期待する、1.1%、ある程度期待する、1.6%に対し、あまり期待しない、6.1%、全く期待しない、90.8%。 しかも15万人の集計、新聞社のたった1000人以下の意見よりよっぽど信頼性が高い次はどんな政治問題と対応パフォーマンスを見せてくれるか期待してます捕まりそうな時はビルごと破壊、父は涙、涙、私は笑顔、子供の鏡捕まらないお母さんとかぜひ本も出してほしい。 地元選挙区の人には説明したかもしれないが国民に対しては説明をしていないこれで終わったと思うのであったら国会議員を辞職した方が良い国会議員として何をやりたいのかさっぱりわからないいつまで長老議員のお飾りでいるのだろうか女性議員の価値を貶としめていることに気づいてほしいものだ 2年でも罪を認めて服役してりゃ今頃良い政治家になってたかもしれんかもね逃げ続けるからいつまでたってもつきまとう結局秘書か罪をかぶって後援会が許しても本人のためにならないとそろそろ有権者は自覚してほしいわね安倍晋三が説明責任と盛んに言っていました しかし説明責任を果たしていないとは誰一人に対しても言っていませんだけど世間の評価は全く違っていたことが明白になりましたこれを支持率調査だけにするのではなく投票行動で表す必要があります盲信的に自民党に投票している方々は自分が世の中をダメにしている張本人であることに気づくべきです ダメになった日本を後世に残そうとしていると気づくべきです選挙の時だけ丁寧に頭を下げて説明責任は絶対に果たさない議員の方々は恥ずかしくないのだろうか